がとうございました。本来ならば立って挨拶したいなというふうに思ってたんですが、負けちゃいました。すいません。何とか最後皆さんの期待に応えたい、選手も何とかゴールを取りたいと、もちろんフロンターレ相手に非常に前がかりになるのは危険だったですが、でも皆さんのこの会場を埋め尽くして熱い声援を1年間送ってくれた気持ちに応えたいと、何度かゴールを目指す姿に私は本当に選手たちを誇りに思いました。ただまだまだ力不足でした。今年1年夏までは本当に調子良かったです。夏以降なかなか監督としての力量がなくて、選手をうまく運べさせることができなかった。あと社長にもチクチク言われてだいぶ痛かったです。このオフはしっかりと身を直して来シーズン頑張ります。